来年から、ブラジルで植林したいなと思ってですね、今回は視察で来ました。なので来年、今回は7人でしたが、来年は50人から100人の仲間と一緒にブラジルに木を植えに来ます。この時には一緒に遊んでやってください。そしてたくさんの木を植えましょう。ありがとうございました。いいね、このアイディア。我々もブラジルでやりましょう。1部屋を組みに。もう意気投合という形で、ぜひブラジルで一緒にしてさせていただきたいという話もありましたね。今回僕たちが感じたワクワクを日本に持ち帰って、でまた今度はたくさんの人たちと一緒に、またブラジルに来れたらいいなというふうに思ってますので、いろんなことを教えていただけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
植木屋さんっていうんですよ。富山の植木屋さんだって植木屋さん。富山はね、エンジニアであれは植木屋さんだよってみんなが言ってるらしいですよ。あだ名植木屋になっちゃったんですよ。でも嬉しいですよね、言ってもらえることは、ね。